現在福岡にいます。今ね北九州に向かってるところで、今日は東京九州フェリーに乗って九州から東京までのレビューをしていきたいなと思うんだけど、今港に向かってるところで、2021年の7月1日から北九州の新門司と横須賀ってどこだっけ、神奈川、定員が268名、車がトラックが154台、乗用車が30台、176キロの距離を21時間で結ぶフェリーです。2つ船があって、浜湯とソレイユ。今日は確かね、ソレイユに乗るんだったと思うんだよね。運賃は季節によってもちょっと違うんだね。基本的にはベッドだけの個室じゃないタイプ。数人で部屋をシェアする一番低い金額のものが12,000 円から18,000円、片道料金で、そこにプラスいろんな個室スイートルームとかがあったりして、一番安い個室はプラス6,000円からで、一番高いスイートはプラス一部屋の料金だと思うんだよね、86,400円。そのシェアの部屋以外に7つグレードに分かれた部屋を追加で支払うと個室に泊まることができます。ジムニーを乗せて帰るのに10メートル未満のもので、運転手1名の運賃が含まれて42,000円でした。最安だと3メートル未満のもので3万円から片道運転手1人と車を運ぶことができます。ペットも運べるんだって、この船は。原付だったりとか自転車とかも追加料金で一緒に船で運ぶことができます。新門司港を出るのが23時55分、で横須賀に着くのが夜の20時45分なんだけど、出発の1時間以上前に到着するようにっていうことだったので、10時前に着かなきゃいけないみたいです。今まで YouTube の動画でオーシャン東急フェリーだったり、サンフラワー北海道に行く船のレビューもしてきたんだけど、今回この船が新しいってことで、ちょっとねなんかラグジュアリーな船旅みたいなんだよね。映画館があったりとか、サウナがあったりとか、カラオケルームがあったりとか、今までの船旅よりもちょっとだけラグジュアリーな船の設備になってるみたいなので、実際に今日は船に乗って横須賀まで21時間の船旅に行きたいと思います。長旅だ。フェリー発着所、横須賀行き、ここだ。あれかな、スズラン、あれだ、大きい。あ、ここが乗船待ちの車。今警備員の人に聞いたら、一応受付が必要みたいで総合案内所に向かいます。一応ね、車検証だけ持ってくれば大丈夫って言われて、車検証だけ持ってきました。綺麗、さすが。もうこの建物からすごい新しい。乗船時間はね、乗用車もバイクも徒歩も変わらず23時10分みたいです。一応車検証を持ってオフィスに行ったんだけど、もう事前にオンラインで車両の情報を入れてるから、特に受付は必要なく、この検温済みの紙だけもらって23時まで乗船を待ちます。11時8分、乗船が開始しました。乗船乗ってる間車に来ることはできないので、一泊分の荷物全部持って客室に向かいます。乗船待ちです。今回は一番ベーシック安いお部屋、こちらの女性専用に宿泊です。中に1,2,3,4,5,6,7,8,9 かなのベッドがあって、こんな感じで、こっちは上、こっちは下の段みたいな。私の今日の部屋はこちら。電気も上にあるはず。おお、結構渋いライトですね。はい、枕と枕カバー、シーツと掛け布団だね。お、自分で敷く感じになってます。貴重品入れはねなくって、上品が預けられるロッカーがあるって言ってたかな。いろんな施設のサービス時間の案内、ずっとやってるんだ、すごい。貸し出し品の案内、将棋、タオルとかも全部借りられます。消灯
あ、12時半に会社となるのね。明日散策しようと思います。朝になったので散策に行きます。他の部屋はこんなにベッドがいっぱいあるところもあるんだ。4階はこんな感じで全部お部屋になってます。ここがメインホールですね。ちょっと高級ホテルぐらいの綺麗なメインホール。テレビがあって、そこには売店ショップ、そこが受付かな。ショップにも船のオリジナルグッズがあったり、軽食、飲み物類、お酒もいっぱい揃ってるね。おー、横須賀のお土産、カエルのカレー有名らしいよね。こっちが九州土産。あ、すごい、もつ鍋とか瓦そばも、いろんなアメニティも忘れた時用にティッシュだったり歯ブラシだったりスリッパ。バーベキューもできるんだって。見て、この外のテラスでバーベキューセット、1人前から。自販機コーナーはアイスとか飲み物とか揃った自販機コーナーがあります。記念撮影用、いいね、乗船記念の記念撮影用。カフェだ。カフェにはアイスとかフードメニューもある。あ、今は閉まってるんですね。10時から11時、2時から3時の間、うどん、カレー、パスタ、定食が作ってます。いいね。ここがレストランの朝食メニュー。朝食は7時半から8時半、お昼は12時から1時で、夕食は5時半から7時。結構いろいろ揃ってる。豪華な午前からグラタンだったりラーメンだったり。オープンデッキ、バーベキューがここでできるらしいです。気持ちいい。6階に行きます。6階は主にアクティビティの階ですね。浴室の他にここが大浴場、露天風呂、サウナ。利用時間は、あ、乗船から1時半までだったんだ。で、今日はもう降りる直前、8時から20時までずっとやってます。スイートルーム、ジュニアルーム、デラックスルーム。部屋数が多いね。今日は神保寺港初だから、ロスベイビーとジュラシックパークだ。ちょっと覗きに行きます。おー、映画館、スポーツルーム、すごい、入港までずっと使えるんだ。わっ、海が見える景色で贅沢だね。隣にはあ、卓球コートが完成と1000円。ゲームルーム、何があるんだろう。ここに一応ね、マッサージコーナー、マッサージチェア、これ有料かな、100円ですね。海を見ながらマッサージができるマッサージチェアとパソコン、一人ずつ座れるPC コーナー。こっちにはちょっと高級なグリルのレストラン。ここは多分ね、予約専門のコース料理だったかな。高級感が溢れる感じのレストランもついてます。やっぱり船旅は昼間からみんな結構お酒を飲んでるイメージが強いね。ありがとうございます。いらっしゃいませ、こんにちは。自由席でタッチパネルでの注文。
ブロシラス丼にしました。タッチパネルで注文で会計もセルフ。テーブルからこの番号を持ってきて支払いに行きます。伝票番号をスキャンしてください。美味しかった。船で食べるフードにしてはすごいクオリティが高かったけど、男性の方とか2種類とか頼んでる人もいて、ちょっともしかしたら量が少なめかもなっていう感じでした。でもね、すごい美味しかった。カフェタイムにコーヒーを買ったら、このフェリーのマークかな、このラウンジでちょっとのんびりしようと思います。スズラン全体のデッキはこんな感じで、4階、5階、6階、5階は基本的にシングルルームかな。この量全部埋まってたんだ、すごい。そうそう、カラオケもあります。今さっき言ったレストラン、展望台、グリル、コーヒースペース、そして6階もさっき言った大浴場と、あとジム。船が着く約5分10分前、車の人は今車に戻ってくださいっていうアナウンスがあって、今から車を降ろすところです。21時間の船旅、すごい快適だった。揺れるかもっていうアナウンスがあったんだけど、全然揺れなくて、共同のお部屋でも消灯時間もあるから全然快適に寝ることができたし、船の中もいろんなアクティビティがあって、お風呂もねすごい気持ちよかったです。シャンプーとかリンスとかドライヤーもあったから必要なものもなかったし、あとやっぱりね、新しい船だから全部が綺麗で快適な船旅でした。東京九州フェリー、これ今更なんだけど、東京九州フェリーって言ってるけど東京には行かないんですよね。就航地は横須賀になります。ただいま関東。これから使いたいと思ってる人の参考になれば嬉しいです。ではでは、他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。